ニセムラジオ第58回ということでね、ちょっと今日はまあよくある詰め物がバックにあるんですけど、まあ気になさらずにということでね、そういつもと変わった背景が楽しいのかなと思って、ちょっと詰め物の横に座ってみましたね。はい、机もちょっと段ボール、西村のね、まあ見たことあるんじゃないですか、西村の段ボールね、英語ということでね。じゃあ早速紹介、ちょっとね、今回ね、早速ですけども、ちょっと紙屋さんから新しい紙がね入ったんでね、紹介したいと思います。レザックの16、まあレザックシリーズなんですけども、ちょっとね新しくて、ちょっと表面が革っぽい、革っぽさを表現した、まあ似たような紙でクロコ GA っていうのがありますが、まあ大体近いんですけども、厚さが100キロのみなので、ちょっと薄めですね。なので遊び紙だったり扉とかに使える感じになるかと思いますが、このレザック16、このね見とってね、一番ね僕はね面白いなと思ったのは、レザックシリーズでも本当になかったこの蛍光色、このピンクとイエローですね。これまたきついでしょうね、これ面白いと思います。ちょっと柄も模様が入ってて革っぽい雰囲気の蛍光、これはなかなか使い方によっては面白いんじゃないかなと思います。このレザック16、ぜひお問い合わせください。でね、ちょっとした豆知識なんですけど、これも僕が今日知ったばっかりなんですけど、本当にこんなことをよく今まで知らなかったなという、このレザックのある後ろにあるこの16とかいうこのナンバー、これ実はね年号らしいです。年号とか年ですね、西暦なので、今ちょうど2016年、なのでこれレザック16、他にもあるレザック66だったりとか、まあ、88だったり、そういうのもやっぱり1966年だったり1988年っていうことで88とか6266とかいう数字がついているそうです。これちょっとしたレザック豆知識、案外知らないんじゃないですかね。今回これレザック16は2016年って意味合いのレザック16、ということですね。まあそんなこんなちょっとした豆知識でした。はい、レザック16蛍光色、ぜひ使ってみてください。はい、ではね、次ですけども、ちょっと今までと違った思考で、同時にやらんかいの方でいろんなデータ作成について、ね、2人がいろいろやり取りしてるんですが、今回ちょっと私が参加してみようかと思ってますんで、どうぞ行ってきます。島本カドタの同時にやらんかい。はい、ということでね、西村ラジオの延長戦でね、僕は同人やらん会に参入したんですけど、どうも、体先生。はい、いらっしゃいませ。はい、池先輩。体先生扱いした方がいいのかな、わからないですけど。なんか先輩に、先生扱いされるとちょっと微妙ですね。体さんでいきましょうかね。はい。実はね、トーンだけサービスをいろいろ始めてるんで、ね、僕もちょっと、もうちょっとトーンについてもっと詳しくなろうかなと思って。おなんで、ちょっと僕にトーンを押してくださいよ。はい、わかりました。実は過去に1回だけね、トーン貼ってますんで。あ、そうなの？はい、ある学校、専門学校の方でね、トーンの勉強をしに行ったことあります。あ、じゃあもう完璧じゃないですか。1時間しかやってませんけど。1時間講習受けただけやけど、かまんのか。いや、もう1時間でも、もう慣れればね、トーンは簡単なんでね。ね、ちょっといろいろ試してみたいなと思って、はい、行きましょう、行きましょう。もうせっかくなんで、前回その勉強してた時は、アナログ、あ、違う、マウスの方でね、トーン貼らせて、貼ったんやけど、今回はペンタブを使って、ぜひ貼ってみたいと思います。すでにもう本格的。今回はこの、題材にするんですか。はい、はい、お願いします。この絵しかなかったです。この絵に、このイケメンの絵を僕が素敵な想像を膨らませて、トーン貼っていきましょうか。ちなみにこのソフトは何ていうソフト？これはクリップスタジオっていうソフトです。クリスタッチやつでね。そうです。じゃあ早速トーンを貼っていきたいと思うんですけども、はい、まずこれは人物からいこうかな。ベタでやるんだったらどっちなんですか、このベタ、ベタの場合はこれは普通のトーンですね。ただのトーンですね、これが線数か。そうそう、なるほど。でベタを押したい。で、選択はあるでしょ、なんか選択せないかもですよね、確か。そう、どうします？選択が
その魔法の、魔法のスティック。スティックが。それで選択します。これが選択。うん、でこの場合は拡大した方が見やすいかもしれないです、ね。あ、なるほど。で、選択が。もう一丁選択。もう一丁選択。例えば。あ、そうそう。あ、ここが選択されましたね。あ、なるほど、なるほど。で、例えばここに僕が入りたいなっていうトーンがあればいいんですけどね。うん、このトーンの、このクリップスタジオの基本で入っちゅうトーンっていうのがここに入っちゅうですか。そうです、そうです。あの通常の網点はどこにあります？網点はね、網点は簡単なので、うん、あのここの網点みたいなマークがあるでしょ、うん、そこを押してもらったらこう線数と濃度が設定できるんです、うん、なるほど。今やったら60線の 40% で、うん、これで OK 押してもらったらもうそこの選択した部分がポッと、そうです、イエス。なるほど。でこれいまいち気に入らんぞってなった場合は一回戻してさらに選択で変えて線数を変えていくんですか。そう、なので線数これが例えば60は大きいのね。うん、そうですね。220だね。それはちょっと細かすぎますね。印刷に出ませんね。だいたい通常皆さんが使うのはだいたい、いや、まあ、でも40から60が多いですね。40はさっきの60より網点が大きいですね。で、OK。うん。ああ、なるほど。ベタの場合は単純に100でいいのかな。そうですね。あ、ベタの場合はあの、うん、一回戻ってもらって、で、ちょっと新しいレイヤーを作ってもらいます。ここ新しいレイヤー、あ、違う、もう一つ上。ここ、うん、あの白いこの紙。これですね。うん、これを押してもらって、うん、で塗りつぶしのバケツがあるんですよ。これか、うん、バケツでここが白になってますんで、はい、ここをクリックしてもらってこの塗る色を、黒を押してもらいます。うん、OKOK で OK で、でそのまま塗りつぶしてもらえるんです。そういうことです。なるほど。で引き続き黒ベタがいいなって場合はさらに選択でそう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 、そういうことです。で、あの一応ね、うん、あのベタのレイヤーを分けたので、うん、ここ の, あのベタのレイヤーになってるレイヤー1、ここの目ん玉を潰してください、うん、とすると消えます。あ、うん、なるほど。見えない状態に、なるほどね、うん、っていうのもできます。もちなみにこれ髪の毛一発選択できないですよ。一発選択はうんうん、シフトでピョッピョッピョッと、さらにここもここも一回ちょっと貼ってみましょうか。一回貼ってみましょうか、うん、まあこちらの方でもあの、うん、ほらあ、いろいろこれでもノイズがいけるのかな。あ、いけますね、こんな感じで、ね、なのであのこっちが簡単ですけど、まあ、うん、いろいろ自分でカスタムしたい人はこっちですね。なるほどね。ただ僕はね、そういうのを通り越していろいろ貼ってみたいんだよね。お、なんか面白そうなありますね、これいろいろ。いろいろ吹き出しなんかもこうやってシンプルに配置がやね。では、うん、ダウンロード、あ、いいです、うん、OK でいいですよ。あ、そうなんです、うん、はい、それで、あ、一回ちょっと小さくしてもらって、これでダウンロードしたはずなので縮小化してもらって、遠いな。で、うん、ここをもう一回さっきの画面に戻って、でさっきの同じやつ、これでダウンロードされてますんで。あ、なるほど、うん、うん、そういうことです。ああ全くもって、ね、お花を感じられない感じだね。って、おお、気持ち悪い。あ、なるほどね、こういうことね。いや、ちょっと僕はこれを見た瞬間に竜をイメージしたんで、こういうこと。なんや、昔ほら濡れとかよくやったけど、うん、さすがに髪の毛にこういう模様を入れようとはせんかったよね。なかなか斬新ですね。だいたいカルタさんは1枚トーンを貼るのにかかる時間って、まあ、ページでもよるやろうけど、どれっぱかかりは、うん、そうですね、私はそんなに凝った貼り方をしないので10分、15分とかですかね。じゃあこういう髪の毛はやっぱりザン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 とドラゴンヘッドにする。ドラゴンヘッド、うん、グラデーションが好きですね。あ、そう、なかなか渋いヘアスタイルになってきたね。なかなか案外気づかんとこで塗り残しじゃないけど貼り忘れ的な、ありますね、
出てくるんで、特にこういうなんか柄やったらちょっと塗り残し気づきにくいですよね。なるほど、それは愛に僕を責めてますか？責めてません。何ちゅうもん針がなっていう。ここは例えば、うんうん、同じようにこのもうちょっと主線がはっきりするようにしたいなっていう場合はどうしたらいい？ここにこういうふうに細かい、ね、うん、模様があるやつをもうちょっと見やすくしたい、うんうん、それは僕はこんなトーンを張っちゃうわけじゃないですけど、うんうん、そういう時はどうしたらいい？線を太くするとかですかね。線を太くする、もしくはまあそのホワイトを使う。ホワイト、わかりました。はい、ホワイト行きましょう。ホワイト行きましょうか。いや、なんかタイムリミットみたいで、まあ引き続き書いて、はい、書いていきますけど、先生、うん、ありがとうございました。いえいえ、ま、なかなかすごいセンスをお持ちで、この原稿はいかにどういう風に仕上がるかちょっと楽しみなんで、楽しみですね。ぜひまた来週もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。リズムラジオ、はい、ドジンやらかい池バージョン番外編ということで、いかがだったでしょうか。実はですね、以前ちょっとトーンのねことを、まあ、ちょっと勉強しに行くということで、ある専門学校の方に一度行ってトーンを張らせてもらったことがあるんです。まあ、それが初めてのトーンを張る経験だったんですけども、まあ会社の人間 5,6 人でトーンを張ったんですが、その中でも先生が大絶賛してくれた私のトーン、なんかみんな皆さん大体他の人、まあ加藤もいたんですけど、もう各々の性格が出るんですね、ああいうのってね。もう試したい、やってみたいっていうのがもう先好奇心がサキ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 いってしまうて、まあとんでもないような作品を作ってしまいまして、あの先生からこんなの見たことないと大絶賛いただきました。それはいいか悪いかはまあ別ですけどね、うん、そんな感じのことで、まあ今回のトーンを張ってみようということになりましたが、いかがだったでしょうか。またね、なんかこれが好評だったり、まあ、ちょっと面白いなと思ったら、また今後も私が同人やらん会の方に参入していきたいと思いますので、ね、ぜひお楽しみください。ではまた来週。